はようございます。今日の苔庭日記です。今日はだいぶひんやりしています。ちなみに今朝7時現在で気温はマイナス4度です。昨日よりも7度ぐらい下がってますね。今日は苔の上にいっぱい落ちているこのもみの葉っぱのご紹介です。もみといえばクリスマスツリーでおなじみですけど、常緑樹なので冬でも緑の葉っぱが青々と生い茂っています。でも秋になると葉っぱの半分ぐらいを枯葉にして落とすんですね。その量はものすごいです。この庭も秋には一度全部きれいにして一面緑になってたんですけど、木の上にまだ残っていて枯葉がこうやってちょっとずつ雨とか風とか雪と一緒に落ちてきて、とってもとっても後から後からこういうもみの茶色い葉っぱが落ちてくるんです。それをこんな感じで袋詰めして業者さんに運んでもらっています。結構重くて大変なんですよ。もみについてはまた明日ご紹介します。